感謝、感謝のつながりは必ずや私どもが幸せになる道であると思っているわけで、ございます。まあ、挨拶がちょっと長くなりましたけども、今日はね、本題はプロジェクションマッピングでございますので、これからそのプロジェクションマッピング法要をご覧いただきますけども、いくつかご覧いただくのに注意点をお話しなくちゃいけません。まあ、でもね、IT 住所がちょっと話したらつまんないので、ロボットのナオ君に出てきていただいて、これから法要中の注意点を皆さんに伝えていきたいと思います。じゃあお願いいたします。皆さんおはようございます。私まだロボットじゃありません。すみません、お待たせしてしまいまして、後からお越しいただいた方もいるのでもう一度お話しさせてください。今日は NHK のおはよう日本というニュース番組のテレビカメラが取材に来てくださいました。 ですので、インタビューのマイクを向けられましたら、ぜひまた来たいですっていうふうに笑顔でお答えいただければと思います。皆さんテレビカメラ大丈夫でしょうか。していただいてもよろしいですか。じゃあすいません、あ、大丈夫ですありがとうございます。そうしましたら引き続きお楽しみください。失礼いたしました。はい、息子同然のナオでございますください。
ち10あげます。よくやりました。皆さん拍手してあげてください。まあ、それじゃあですね、この後フレチコマッピングの方を今日楽しみますので、やったー、お手伝い成功。あ、今ご喜んでる。なんか少しレベルアップした気がします。はい、そうですね、良かったですね。じゃあ、奈緒くんも一旦これで下がって、また後で皆さんと遊びたいと思っております。じゃあね。はい、せっかく来たので、ご本尊に手だけ合わせていきたいです。じゃあ皆さんね、せっかくお寺に来たので、仏様に手を合わせて、合唱しましょう。はい、ナオ君と一緒に、手を合わせてください。合唱。ナオ阿弥陀仏、ナオ阿弥陀仏、ナオ阿弥陀仏。あ、それからそれから、はい、どうした、来てくれた皆様にもご挨拶したいです、うん、もう一度挨拶する。そうです。バイバイ。みんな、また後で。じゃあまた後で、なおくん一緒に遊んでくださいますので、まずはすみません、マッピング行為をお待たせいたしました。はい、よいしょ。じゃあこれから準備に入ります。